平野翔が MC デビューバラエティ番組「サンピープル1枚ニュート」の魅力と見どころを完全解説。平野翔が地上波バラエティ初登場。サンピープル1枚ニュートで彼の MC スキルが光る理由。平野翔は23日に放送されるバラエティ番組「サンピープル1枚ニュート」日本テレビ系で MC を務める。この番組は3人以内1分以内というルールのもと。 参加者が歌やダンス、マジックなど様々なパフォーマンスを披露し、ナンバーワンを決定する特別番組だ。平野と共に渡辺直美が MC を務める予定で、審査員には加藤浩次、めぐみ、スカイハイ− h i r i そしてトラビスペインなどの名前が並ぶ。昨年7月に滝沢秀明氏の芸能事務所、都米へ移籍して以来、平野が地上波のバラエティ番組に出演し、 MC を務めめるののはここれが初めてのことだ平野翔は旧ジャニーズ事務所現スタートエンターテインメント時代から天然なキャラクターで広く知られているそのため彼がバラエティ番組の MC を務めるというのは少々意外に思えるかもしれないしかしあるテレビ局関係者は平野には MC としての適性もあると評価している平野さんは頭の回転が速く テレビや雑誌のインタビュー取材でも受け答えがしっかりしています。キングプリンス時代、5人でインタビューを受けた際も、さりげなく他のメンバーに、はどう思うと話を振り、自分だけでなく周りの状況もよく見ていた印象です。MC として活躍できる素質は十分にあると思いますよ、とその関係者は語る。さらに、今年3月に、戸辺公式 YouTube チャンネルで公開された、 平野と同社の所属アーティスト大東律樹との対談企画においても、平野の MC としての潜在能力が垣間見える場面があった。これまで接点のなかった二人が会話する企画でしたが、平野さんは大東さんの話に対するリアクションや話題転換の仕方が非常に巧みで、大東さんの良さを引き出していたと思います。相手の魅力を引き出すのは MC に欠かせないスキルの一つです。旧ジャニーズ時代、 こうしたスキルはあまりテレビで見えなかった部分かもしれませんね、とその関係者は付け加える。今回のサンピープル一枚ニュートでも、平野はその能力を存分に発揮するかもしれない。平野が MC を務めるバラエティ番組に期待が高まる中、今後の彼の仕事の方向性についても注目が集まっている。前述のテレビ局関係者は次のように推察している。 ナンバーアンダーラインアイは音楽活動に重点を置いていますそのためいわゆるドッキリ系の番組や体を張る番組に出演する可能性は低いでしょう今回は音楽やダンスなどのエンターテインメント要素が強い番組なのでグループの方向性とも親和性があったのだと思います MC の平野さんが音楽やダンスをテーマにしたトーク番組でアーティストと交流するような企画も面白いと思いますよ 平野の多彩さはその天然なキャラクターにとどまらず、彼の MC としての才能も新たな魅力として光を放つ。彼の柔軟な思考と瞬発力、そして周囲の状況を把握する力は、彼をただのアイドルから一段上のエンターテイナーへと押し上げている。サンピープル一枚ニュートの放送が近づくにつれ、ファンのみならず業界内からも彼のパフォーマンスに対する期待が高まっていることは間違いない。 今回の出演が彼のキャリアにどのような影響を与えるのか、そして彼が今後どのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ますます目が離せなくなる。このように、平野翔のバラエティ番組 MC としての初挑戦は、彼のこれまでのキャリアと才能を新たな形で証明する機会となるだろう。彼の柔軟な思考と瞬発力、そして周囲の状況を把握する力は、 彼をただのアイイドルから一段上上ののエンターテイナーテナへと押し上げている彼のファンのみならず多くの視聴者が彼の新たな一面に触れその才能に驚かされることだろうそしてこの経験が彼の今後の活動にどのような影響を与えるのかますます注目が集まることは間違いないまた平野翔はその天然なキャラクターで知られる一方で非常に頭の回転が速く 状況判断に優れた人物であることがわかる。彼のこうした才能は、これまでの活動でも随所に見られてきた。特に、彼がキングプリンスのメンバーとしてインタビューを受ける際には、他のメンバーへの気配りや話題の振り方にその片鱗が見える。はどうもという一言で、周囲のメンバーにも発言の機会を与え、全体のバランスを保つその姿勢は、 まさに MC としての資質を感じさせるものである。さらに、今年3月に公開された、戸部公式 YouTube チャンネルでの対談企画においても、彼の MC としての才能が垣間見えた。平野と大東樹きが対談するその企画では、平野の巧みなリアクションと話題転換のスキルが際立ち、大東の魅力を最大限に引き出していた。相手の良さを引き出す力は、 MC として非常に重要なスキルであり、平野はその点でも高い評価を得ている。このような彼の才能が、今回のサンピープル一枚ニュートでも存分に発揮されることを期待する声が高まっている。平野翔のこれからの活動に対する期待は非常に大きい。彼の所属するナンバーアンダーライン愛が音楽活動に重点を置いていることから、バラエティ番組への出演は限られるかもしれないが、 それでも彼の才能を生かした新たな挑戦が続くことは間違いない特に音楽やダンスをテーマにしたトーク番組での MC としての活躍は彼の新たな一面を多くの視聴者に届ける絶好の機会となるだろう平野翔の多彩さはその天然なキャラクターにとどまらず彼の MC としての才能も新たな魅力として光を放つ彼の柔軟な思考と瞬発力 そして周囲の状況を把握する力は、彼をただのアイドルから一段上のエンターテイナーへと押し上げている。サンピープル一枚ニュートの放送が近づくにつれ、ファンのみならず業界内からも彼のパフォーマンスに対する期待が高まっていることは間違いない。今回の出演が彼のキャリアにどのような影響を与えるのか、そして彼が今後どのような新しい挑戦を見せてくれるのか、ますます目が離せなくなる。このように、 平野翔のバラエティ番組 MC としての初挑戦は、彼のこれまでのキャリアと才能を新たな形で証明する機会となるだろう。彼の柔軟な思考と瞬発力、そして周囲の状況を把握する力は、彼をただのアイドルから一段上のエンターテイナーへと押し上げている。彼のファンのみならず、多くの視聴者が彼の新たな一面に触れ、その才能に驚かされることだろう。そして、 この経験が彼の今後の活動にどのような影響を与えるのか、ますます注目が集まることは間違いない。平野翔の魅力は、その天然なキャラクターにとどまらない。彼の MC としての才能は、これからますます多くの場で発揮されることだろう。彼の柔軟な思考と瞬発力、そして周囲の状況を把握する力は、彼をただのアイドルから一段上のエンターテイナーへと押し上げている。 彼のファンのみならず、多くの視聴者が彼の新たな一面に触れ、その才能に驚かされることだろう。そして、この経験が彼の今後の活動にどのような影響を与えるのか、ますます注目が集まることは間違いない。このように、平野章のバラエティ番組 MC としての初挑戦は、彼のこれまでのキャリアと才能を新たな形で証明する機会となるだろう。彼の柔軟な思考と瞬発力、 そして周囲の状況を把握する力は、彼をただのアイドルから一段上のエンターテイナーへと押し上げている。彼のファンのみならず、多くの視聴者が彼の新たな一面に触れ、その才能に驚かされることだろう。そして、この経験が彼の今後の活動にどのような影響を与えるのか、ますます注目が集まることは間違いない。また、平野翔はその天然なキャラクターで知られる一方で、 非常に頭の回転が速く、状況判断に優れた人物であることがわかる。彼のこうした才能は、これまでの活動でも随所に見られてきた。特に、彼がキングプリンスのメンバーとしてインタビューを受ける際には、他のメンバーへの気配りや話題の振り方にその片鱗が見える。は、どう思う、という一言で、周囲のメンバーにも発言の機会を与え、全体のバランスを保つその姿勢は、 まさに MC としての資質を感じさせるものである。